エストレイ・コールドニは、フランス、オード・フランス地域圏、ソンム圏のコミューン。コミューンは、アミアンの東、サンテール地方にある。アミアンとサンイコール・カンタンを結ぶ道路の途中、ペロンヌの南西にある。TGVO とピカルディ駅は、隣接するコミューンのアブランクール・プレソワールと、エストレイ・コールドニとにまたがって建設された。コミューンの土壌は、形質粘土であり、 北東部は石が多い。コミューンの住宅地は中心地のあるエストレ村落とドニエクール集落とで構成される。第一次世界大戦中に完全に破壊されたため村は戦艦期に再建された。1940年のナチスドイツのフランス侵攻で戦いが起きた場所であり一部が破壊された。エストレは1945年以降に再建された。コミューンは A1 高速道と A29 高速道の交差点に位置する。エストリは古フランス語の言葉で、平らないで覆われた道を意味する、ラテン語のストレイタから来ている。道路を意味する、ラプタとは対照的である。これは、ほとんどのロマンス書語で保存されており、ゲルマン語でも借用されている。エストリという言葉は、中世後期にフランス語から消滅したが、特に、フランス北部の ローマ街道が近いことを知らせる、数多くの地名の中に残っている。エストレイコールドニの場合のローマ街道は、ガリア・ベルギカに通じた、ブリヌ・オー・チである。19世紀の歴史家ポール・ドゥ・カニー司祭は、ストラーダという名前の意味として、踏みつぶされた場所を挙げている。また、1146年にはストルダ、または、スタンターズの名前が見つけられ、ギオーム・ドリールの地図においては、 エストレガメイルー、または、マル、メイルーとして記されている。古文書において、ディナイコートを示すいくつかの形式がある。1010 10年に、ディグニツコート、1110年に、ディグネッカートと記された。1265年には、ドニエクールがソンクティジオニシーキューリアとして登場する。これは、聖ドニの名をいただく古い教会があったことを示す。 TGV パリリール線建設中に行われた考古学的発掘は異なる時代の遺跡があることを明らかにした。考古学的発掘調査ではおそらく紀元前2世紀からのラテーヌ文化期の農村居住地跡が発見された。そこには約20人が埋葬された墓地も含まれていた。考古学的発掘調査ではローマ占領時代のガリアの農場跡が見つかった。コミューンには サマロブリバからアウグスタビロマンドオルムまでの非常にまっすぐな古いローマ街道があった。カトリックの伝説によると3世紀後半、聖艦丹はアミアンからベルマンへの途上、エストレを通過した。エストレー領は中世にはネイルジョーダ大区に属していた。ソワソン博、イブドネイルは自らが第2回十字軍へ出発する前にサンクレッパン修道院長エルノーに ペロンヌ近郊のエストレの祭壇を与えた。1221年の検証では、エストレ領主として、ピエール・デストレの名が記されている。彼は1214年のブービーヌの戦いで軍旗を掲げた。1270年、ラウール・デストレの名が、第8回十字軍に参加している騎士として、引用されている。1521年、ジャン一世、デストレは、 カトリーヌ・ド・ブルボン・リニーと結婚した。彼らの孫娘が、アンリ・四世の愛称ガブリエル・デ・ストレである。30年戦争中の17世紀、エストレは、スペイン兵に略奪された。フランス革命中にエストレとドニー・エクールが合併し、エストレイ・コール・ドニとなった。1870年の不仏戦争では、住民の一部が武装し、数人のプロイセン人を殺害した。 2015年時点のコミューン人口は332人であり、2010年の人口と比較すると3.43%増加している。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするもの,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス。 カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。